はい、毎度どうも、武田クリーニングです。今日ご紹介の事例は浴衣の色移りです。浴衣を洗うのが初めてというふうなことで、どうやって洗ったらいいんだろう、ドキドキしながらインターネットで検索していただいてですね、ネットで見つけた浴衣の洗い方というふうな方法を手洗いで実践したそうです。具体的にはおしゃれ着洗い用の洗剤を使って、手洗いというふうなことでですね、押し洗い的な感じでしたんですけども、見る見るうちにその洗浄液、透明だった洗浄液にですね、色がすごく出て、真っ青なお色に変わってしまい、そして、慌てて、作業をやめたそうなんですが、時すでに遅しで、全体がですね、この白いところがもうブルーに染まってしまっているというふうなことです。で、次の日も着なければならないというふうなことでですね、何をしたかというと、お客様次に漂白をしたそうです。40度ぐらいの お湯にですね、漂白剤を入れてその中に漬け込んだというふうなことなんですが、その若干ね、その良くはなったものの、まだ全然色味が、青い色味が取れていないというふうなことで、お預かりしております。白いところにムラムラというふうに色が映っているのがですね、わかるかと思うんですが、この辺ずっと色が映っています。そしてこの柄のところなんかもこのように、白いところにブルーの色がたくさんついている状態です。それが全体に及んでおります。こう裾のところにもですね、こういった色が映っています。何か別のものと洗ったことによって色がついてしまったのではなく、このお洋服そのもののお色から色が出てしまっているというふうなことなので、非常に厄介でございます。非常にメンテナンス性が悪く、色が出やすくて、ご家庭で洗うのは非常に難易度が高いんじゃないかなと、お客様わざわざね、インターネットで検索して、この方法だったら大丈夫そうだということでやってみてこの結果ですから、それはそれはがっかりなさっておりました。染み抜きに効果的な、この色移りの染み抜きに効果的な作業をすることで、全体を洗浄力を上げた作業をしなければならないので、ますますこっちから色が出てしまう可能性があります。ということはビフォーよりアフターの色移りの方がもっとひどくなってしまう、そんな可能性、もしくは、この濃い紺色がですね、ワントーン薄くなってしまうとか、すごく極端に変わるわけじゃないんですけど、ビフォーアフター写真でとかで比べればですね、こっちの色が薄くなってしまうとか、あとはここの部分の色がムラムラムラになってしまうとか、いろいろ心配なことがあって、でも全くリスクを伴わないような洗い方ではですね、もう綺麗になりません。おしゃれ着洗い用の洗剤を使って押し洗いなんていう風な言い方で言えばですね、やっぱり全然この元々あったシミなんかも全然落ちてないんですよね。黒ずみとか襟なんかすごい真っ黒に汚れております。洗浄力を重視した作業をすればどんどん色が出てしまうと、でも優しく洗ったのではシミ汚れが落ちないというふうなことなんですよ。特別な時に短時間だけ着る衣装だとしてもですね、雨が降る時もあるでしょうし、自分も汗ばむことだってあるでしょうし、そうするとですね、こんな風に非常にこう不潔な状態というか汚れのひどい状態になってきてしまう。でも洗濯機の機械力をかけたりアルカリ性の洗剤を使ったりして洗えば、どん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 色が出てしまう非常に厄介なアイテムでございます。どうしてこのお祭り関係の衣装とか浴衣というのは染色の堅牢度が低くて、こうやって色移りしてしまうものが多いんですかね。素材は多分綿だと思います。洗濯表示ついてないですけど、この食べこぼしなんかね、こんなシミもついてたりしますね。まあ、とりあえずこのムラムラになった青いシミをね、なんとかして綺麗にしたいなというふうに思います。
はい、仕上がり具合見ていただきたいと思います。かなりすっきり綺麗になりましたね。はい、ムラムラしていて白く映っていたところをほぼ気にならないぐらいになっていると思います。この辺のね、ところ白いところね、青くなっていたのもすっきり白くなってます。あとこの紺色の部分がね、特に色がね変わってしまったとかムラになってしまったなんていうふうなこともなく綺麗に洗うことができております。全体的な生地の白いところの青みもですね、いい感じに白さを取り戻せたと思うのです。はい、なかなかねご家庭で洗うのには あまりにも色が出すぎて難易度が高いお洋服なんじゃないかなというふうに思うんですよ。普段着るようなお洋服じゃないですしね、ぜひ無理をなさらずにプロにお任せいただければと思います。動画の概要欄に当店のホームページのリンクが書いてございます。スマホからでもパソコンからでも お問い合わせしていただきやすいようなフォームになっております。お問い合わせ方法は3種類ございまして、1つはメールを書いていただいてのお問い合わせフォーム、もう1つは写真が容易に添付できるようにと LINE、それも嫌だな面倒だなという方はですね、お電話いただければと思います。当店の営業はですね、木曜祝日以外の朝8時から夜7時までになっておりますので、お気軽にお問い合わせください。はい、本日は浴衣の色移りの修正でした。ご利用ありがとうございます。